それは、そして、パツコット。はい、一発目来ましたね。ここでスリーポイント決めてきました。カノカがつく。あー、コンタクト取りました。五十嵐から入れて、ここはマイケル・パーカー、右はセット。今は、ジェリットです。入れてきました。あっという間に盛り返して、なんとかつなげた。田島です。来ましたね。さあ、完全にこれ空いていました。素晴らしい。これは素晴らしい。わあ、よかして、ああ、よく戻った。逆にジョーンズ。今はトレイ・ジョーンズ。そしてトラソニーに。ああ、来た。スリーポイントが茨城の方も決まって逆転。ジョーザーはスクリーンを使いながら、ルーヨーに入って。どうだ。クロスハーフマッチ。これでさあ、選手はあれ決められるんですよね。さあ、チェンバース、先発から追加。来ないですね、今日は。チェンバースもまた、今日は得点がまだゼロ。ああ、取った。中で決めてきた。ここでジェイコブセン。やってきましたね。ノアフィードゴール。カブスコット行く。カブスコット。あ、チェンバース今だ。エンドワンです。プレーですからね、チェンバー選手はいい、あれ手下げちゃったのが、あー、パーカー、あー、取りましたね。田島開いた。さあ、スピードに乗ってトラソニーにファウルをもらってます。さあ、これバロン、バロンも短い。さらくはチェンバー取った。トリジョンズの3、うわー、決めてきましたね。これ大きいですよ。ここで差を締めてきました、群馬。五十嵐、トレイ・ジョーンズ、難しいな、よく入れましたね。はい、今日復帰のトレイ・ジョーンズ、五十嵐圭もらって、うわー、決めた。五十嵐圭、また今日スリーポイント決めてきました。ボールを回して平尾行く、はい、アタック、レイアップ決めてきました。スクープショットだ、やっぱりアタックですよね。フェイントアタック大事ですよね。そうですね、茨城はちょっとターンオーバーが失点ですからね、これ取り返したやつですね。平尾、ステップサイドから決めてきました。はい、さすが、自分のミスは自分で取り返しましたね。トレイ、ああ、守った。さあ、取ってから田島、スライスいます。取り込んできました。フレンドワン、フレンドワン、ダイブしてきたトラスリー。今日は好調でした。パス、山崎送って、山崎が決めきれず、ここで最後今リバウンドを取りました。トラスリーに、もう一回取った、取って決めた。ファイファー、群馬と茨城の B1 での初対決は茨城が制しました。91対84。まあ、終始セッター展開も長かったんですが。